ハッピーサッピーさん、こんばんは。こんばんは。久しぶりです。ちょっと久しぶり。昨日はお話し会ありがとうございました。来てくれた方。ありがとうございます。待ってね。お話し会ありがとう。あ、テロップ書きましょう。あ、待って、おかしい。よし、これでいいや。そう、今日はいい推しの日ですね。今日もありがとうございます。今日楽しみに仕事終わらせてきた。お疲れ様です。今日めっちゃ可愛い。ありがとうございます。予告があったのでみんな集まる、ね、ありがとう。あ、そう、雪、北海道出身なので雪にしました。ここちゃん推しです。ありがとう、花ちゃん。前も来てくれて嬉しいです。配信は8時までします。こんばんは、みゆぴさん。こんばんは。もぐもぐ配信はしないです。やばい、なんかめっちゃ下か。チャレンジ。自分も北海道出身です。同じですね。今日は1時間。東京の生活はちょっと慣れました。ケンタさん、こんばんは。ありがとうございます。そう、昨日のお話し会で結構ショールームなんかやってくださいみたいな来たので、すごい。え、このギフトはなんだ。ジョータさん、ありがとうございます。そう、言われたのでちょっとしようと思ってしました。でも1時間は結構久しぶり、めっちゃ久しぶりなので嬉しい。あ、ありがとうございます、花さん。あ、ちーにゃんさんもありがとうございます。てーてー、ありがとう。ショールーム覚えて、この間コクちゃんの配信始めた時覚えてるよ、ゆうちゃん、ありがとう。今日ね、中地さん、昨日のお話しかありがとうございます。そう、前髪おかしい今日。あ、すごいかわいい、ありがとう。モモビーリーさん、ありがとう。こんばんは。かゆい。お話しかありがとうございます。料理選抜は参加 しないです。お話しか毎回しようと。私も大好き。もう、あ、みゆかちゃんだって思って話しても、ありがとうね、めっちゃ嬉しいけど、本当になんかこっちが緊張しちゃって全くそう話せないんだけど、来てくれることだけで嬉しいです。北海道は寒いですか？そう、料理はあまりしないです正直。まあ15歳なのでまだって感じです。この間の配信見てからここ調子になったので嬉しく、嬉しい、ありがとうございます。
ちょっと私は早くあのカメラスタンドが欲しいです。あの位置がねもうほぼ下なので顔のだから全然漏れないんですよショールーム。お話し会楽しすぎた。私もそうカメラんカメラスタンそうなんか是非お願いします。ネモース見てファンになりました、ありがとうございます。ココちゃん認知よろしくお願いします。もう覚えます、覚えてます。あ、ハート100個ありがとうございます。ハロウィンはあのお話し会ん？ん？違う、ハロウィンはなんかほとんど何もしなかったです。あの猫ちゃんのツイッターで見たら分かるんですけど、ヘアレンジとかとかあのご飯食べました。こんばんは、なっちゃんさん。あ、クマかわいい、ありがとうございます。タッピーさんありがとう。やばい、今日本当になんか顔がおかしい。あの猫は自分でしました。めっちゃ簡単です。なんかちょっとここ取ってなんか三つ編みして、あのここぐらいまで三つ編みして、そこから下の髪の毛をまたそう三つ編みしたらできた。ハロウィン公演最高だった、会えてよかった。嬉しい、ケイタさん。そう、名前あって、名前あ、違う、それは違う、犬派です。私はどちらかというと、でもどっちも可愛い。猫は私猫アレルギーなので、あの触れないんですよ。そう、あのめっちゃもう目のここがめっちゃブツブツってブツブツってなっちゃうから。あ、ゆきぴーさんありがとうございます。あ、ジョータさんもありがとうございます。そう、その猫がそのいた場所、いた場所、なんか猫がそのまあ、例えば布団とかにいて、そこを触るだけでも反応しちゃうからアレルギーです。ココちゃんは何があった？私は分かんないんですよ、知りたいです、自分が何があったなのか。あ、ありがとうございます、ゆきぴさん、ゆきぴちゃん。そう、ありがとう。柔道、ライオンは触ったことないです。本当に可愛い、嬉しい、ありがとう。遊びに来たよ、うん、旭山動物園行ったことあります。北海道の方は多分行ったことある人の方が多いと思います。僕は B 型、B 型何型っぽいですか？猫アレルギー重いね、大変だ。何型だろう、
でもお姉ちゃんとかが B 型なので、多分私も B 型だと思います。もう O では O 型では絶対ない気がする。 O の性格ではない。O ではないんですよね。 B か B、A もない。うん、 B しか、 B っぽい。こんばんは。お姉ちゃんと同じなら B なの。おおらかな雰囲気が O かなって思って、あ、でも確かに結構言われます、 O っぽいって。マイペース、マイペース、マイペースすぎ。あ、翔平さんこんばんは。夜ご飯はこれか、夜ご飯はこれからです。自分も B だと思い込んでたけど O だった。そういうパターンもあるか。やっぱり測らないとわからないですね。マイペースを。あ、初見です。ありがとうございます、シロッキーさん。ありがとう。測る？ん？あ、測る、あの、なんだ。星になっちゃってる。和食洋食中華だったね。でも全部好きです。そう、和食かな。和食ってなんだろう。お話し会昨日楽しかったです。ありがとうございます。2回目ぜひ皆さんも話しに来てください。お話し会来てください。オムライス好きです。大好き。お味噌汁、あ、お味噌汁大好きです。ラーメンはもはや和食です。そうなんだ。お姉ちゃんだけ、お兄ちゃん、あの、お姉ちゃんもお兄ちゃんもいます。そう、末っ子です。次回も行くよ、待ってます。12月に行くよ、お話し会。みなぽまさんありがとう。お話し会優しいですか。お話し会優しい。でもなんかすごい、そう、思った以上に話してくれるねみたいなことを言ってくれるので、ぜひお願いします。たくさん話したい。みんな、そう、コメントしてくれてる方がどんな人なのかすごい私知りたくて。そう、話し会の時爆笑、え、私めっちゃ爆笑しますよ。あの、本当に、あの、面白い方がもうたくさんいて、めっちゃ元気出ます。あの、そう、めっちゃ印象的な方が一人いるんですけど、その方が来たらもう声だけでわかるんですよ。もうずっと笑ってて、その方めっちゃそれが面白くて一緒に笑ってます。ここねちゃんめっちゃ話しやすい。ただけちゃんもすごい可愛いです、いつも。こんばんは。そう、あ、そう、結構無茶振りしちゃいます。
なんかやってほしいです皆さん。スイッチが分かんない。スイッチどういうこと。そうめっちゃ爆笑してます。あ、女の子のファンもファンさんも結構います。両方います。嬉しい。お疲れ様です。咲夜さん、女の子のファンの方はもう全員可愛いです。大好き。え、人見知りでも全然大丈夫ですよ。嬉しい、来てくれるだけで。え、めっちゃ声出して笑います。あ、爆笑机は叩かないけど、あの家族で、めっちゃ笑うときはもう叩いちゃう。やばい、叩いちゃうのやばいけど、そんな痛くないけど面白くて叩いちゃうから、おばあちゃんみたいって友達に言われたことがあります。人見知りでも全然大丈夫です。たくさん話も、来てくれるだけで嬉しい。見れる、目で見れることだけが嬉しいです私は。こんばんは。リアル握手会叩かれた。いや、ファンの方は叩かないですよ。あ、笑いたたき痛い。言ってて、あ、だるまありがとうございます。話し会とかなんでよ、なんて、あ、でもみんな話し会に来てくれる方はコッコって言ってくれます。そう、コッコとの話し会癒しで、え、嬉しい、ありがとうございます。12月に行くよ、待ってます。ありがとう、たくさん話しましょう。こんばんは、なぎささん。こんばんは。服さくらんぼです。かわいい。え、待ってね。コスプレはクリスマスの時にします。そう、ぜひするので来てください。ハロウィンはね、そう、恥ずかしくて最初できなかったんですけど、ちょっとのんちゃんに耳を借りてしました。こっこちゃんの推しプレート作って、えー、嬉しい、ありがとう、ゆゆちゃん、やった、見たい。私も呼び捨てで呼びたいの。ぜひぜひ呼んでください。あ、ここねちゃんって子も多いですね。学校ではコッコって呼ばれてます。コッコとココちゃんって呼ばれてる。あ、そう、乃木坂さんの斉藤飛鳥さん、悲しい。本当に私もうずっと推しだし、もう初めてそのアイドルの中でもう一番もう本当に大好きになったのが斉藤飛鳥さんだから、もう本当にちょっとツイッター開いた瞬間は結構マジでツイッター開いた瞬間はもう本当に一瞬時が止まりました。てか今でもマジで、今でももう信じられないぐらい、そう、びっくりだよね。そう、もう青春がねほとんどねもう斉藤飛鳥さんなので、私の中でも本当に悲しい。やばい、すいません、言葉遣いが悪い。
その発表されたからもうすぐにお姉ちゃんに LINE しました。そう好きなんですよ。あれ言ってなかったっけ、あれ結構みんな知ってるかと思ってた。そう大好き本当に。もう全然そう全く会えなくなるからさ、そう乃木坂とかはコンサートがあるので、乃木坂さんはそう、悲しいけど、これからも卒業の時もそう頑張り待ってね。キュキュネかわいい。みんななんかのんちゃんの影響でキュキュネ呼びが増えてる。嬉しい。今からスペシャルギフト投げます。癒しボイスですか。嬉しい、ありがとうございます。インドネシアのファンです。ありがとうリラさん、インドネシアから。アスカさん以外に好きなアイドル、アスカさん以外には、え誰だろう、え誰だろう誰だろうっておかしいな。えでもやっぱり斉藤アスカさんがもう一の推しです。一の推し、そう、今日はいい推しの日だよね。そうなのにって感じですよ。やばい、なんでもないです。あそう明日配信で新曲ですよね絶対。もうこんばんは、ココタイムでおなじみココちゃんの、ありがとうございます。関さん来てくれて、ありがとうございます。に推し、あこれはなんでもないです。ギフトありがとうございます。待ってください。ありがとう服。ありがとうございます。あ、顔と名前覚えてくれた。嬉しい、ありがとうございます。大好きです。そうのんちゃんも悲しい寂しい。そうのんちゃんともすぐ LINE しました。うんってそう他に誰かいるって言われたら出てこないから、多分斉藤飛鳥さんが多分ずあの一筋ですね。巻き髪ポニーテール、いつかできるときします。のんここかわいい、のんここ、 TikTok も出てるので見てください。のんここでワンダフルラブ歌ってるので、主権です、ありがとう。 TikTok のダンスカフェ嬉しい、のんちゃんと考えました。めっちゃ完璧だったと思います。見たい、嬉しい。こんばんは。
ましい2人。最後ハート決まらなかったね。あれはあのノンココポーズっていうやつで、あの前座の時から2人でやってます。最初はのんちゃんがハートで私がグッドだったんですけど、逆パターンもいいかなと思って逆パターンもしてます。でもう私がこっちって感じ。多分そう、即保存完了。え、嬉しい、ありがとう。福パパさん、昨日もお話し会ありがとうございますじゃれ合ってるそう、誕生日1年前、同い年、あの、うん、めっちゃ同い年に思います。私はそう、年下にはもう思えないです。エリちゃんは同い年なんですけど、なんかお、あのちょっとだけ年上に見えますどういうこと？お、ありがとう。ひろしさん、星ありがとう。すごい、あのゆきぴさん、くもありがとうございます。ちーにゃんさんもありがとうございます。女の人のやつ、のんここポーズしてた。すごい嬉しい。千葉エリーさんとは最近は最後に話、最後に話したのはっていうか、ハロウィン公演の前座の時に話しました。すごいお優しくて大好きですこんばんは、トシピンさん。岡田同盟、あ、知ってます、ツイッターで見ました。のんちゃんとソララが映ってたやつ速報、ハド11月8の17期生強化企画に当選しました。おお、おめでとう、クパパさんおめでとうございます。エゴさんはなんかたまに見てます。結構よくはしてないけど、皆さんがね載せてくれるのが嬉しいです。エリコッコあ、ハートありがとうございます。コード、うん、間違えた今度メイク配信してほしいです。またいつか、ん、朝とかに やりますね。あ、今日も本当はメイク配信にしようと思ったんですけど、さすがにあの夜だし別にどこも行かないので、あのやめましたツイート見てます。クマありがとうございます。ももビーリーさん、クマかわいい、そう言ってくれるのが嬉しい。今日は、あ、言っちゃった、どこも行かないんですけど、名前呼んで、なぎたんさんありがとう、かわいい。メイク配信プリーズ。そう、あの一緒に朝しましょう。みんなも、皆さんも一緒に。あ、ゆきぴさんありがとうございます。ゆきぴちゃん、ゆきぴちゃんコスメおさらいしたい。え、私もみんなが使ってるやつぜひ聞きたいです。
そう、あの見てくれる方も一緒にやりましょう。あ、今来ました、ありがとうございます。メイクは私はあの全然うまくないので、1時間ぐらいかかっちゃいます。1時間もかかんないけど50分40分ぐらいはちょっとかかっちゃうんですよ。そう、一緒にメイク道具持ってないのが、あ、本当大丈夫です。女の子の方がいたら一緒にやりましょう。どこの子の方でも一緒にやりましょう。太田ゆきちゃんにメイク教えてもらって、なんかたまになんかそう可愛い、あ、たまに教えてもらってます、教えてもらってますっていうか、なんかそうこうしたらいいよみたいな言ってくれるので、やってます一緒にメイクするのめちゃくちゃ楽しい。だよね、ぜひ男の子の方でも一緒にしましょう。あ、そう、エリーさんから買ってもらえまし、ん？なんでもない、ん？なんでもないです。あ、もう30分経った、早い。昨日のお話かありがとうございます。家族に惹かれるのでやめときますそれはやめといた方がいいかも。あ、ぜひおじさんでも一緒にメイクしましょう やばい、なんか自分の顔にスポット。身長は伸びてます多分。え、でものんちゃんよりちょっと低くなっちゃったの、ん、低くな、なんでもないです、ごめんなさいやばい、もう全部訂正してほしい。思い出し笑いしちゃった、ごめんなさい、本当にすぐ思い出し笑いしちゃうんですよ。コッコは兄弟はいます、お姉ちゃん2人とお兄ちゃん2人です。ビューラーでまつげあげあげのしてきます、かわいい待て、多分2番目だと思う、うん、1番目だと思ってたのに、うん、もう止まっちゃったのか。めっちゃ兄弟いる。でも私はその妹、あ、間違った、弟が欲しかった、欲しかったっていうか弟が欲しかったです。妹でもいいけど、どっちか下が欲しかったんですよ、うん、なんか可愛がりたいなんか何でもそうできることは してあげたいから欲しかったです。そう、え、末っ子に見えますか？見えなそう。お姉ちゃんになりたかったそう、なんか服とかあの鬼ごっことかしてあげたいそう、服とかも決めてあげたい。年上の弟になります、ぜひお
おじさんですが弟として可愛がってほしいです。ぜひタモちゃんさん、コッコはん鬼ごっこ好きなんです。ちょっとすごい笑われるんですけど、うん、足は私も自分でそうずっと速いと思ってたんですけど遅いってことに気づきました。そうそうそう、ここのツボタイム、お姉さまがまたいそう。どうでしょう、ちょっと待ってね、どういうこと、おじさんは何歳から、おじさんは何歳から。鬼のコスプレ、鬼氷鬼知ってますよ。高鬼はちょっと分かんないけど、そう結構ちん、なんだろう、県都道府県によって多分違うと思います、呼び方とか。そう、あ、覚えてますよ、おじさんはお話し会でルイジーでマリオでした。おじさんじゃないですよ全く。タモちゃんさん面白かったです。なんかあれも覚えてる、あのあくびしてましたよね、あくびしてましたよね、あの始まる前もうそれも覚えてます私で、はぁーってなってたのが可愛かったです。見られてた。30はまだ若いと思います。こんな私が言うのもあれなんですけど、おじさんだけどコッコのために毎日頑張って働きます、無理しない。もう全然皆さんおじさんじゃないですよ本当に。話し会の来てくれる方も全然おじさんじゃないです。が恥ずかしい、かわいい。でなんかルイジからマリオに、あマリオからルイジになって、どっちだっけ、そこはちょっと覚えてない。気持ちは若い、え中地さんも全然お若いですよ本当に、嬉しい。僕は17歳です。17歳、若い。ジョータさんもあの本当に若いですよ本当に、びっくりしちゃった年齢言われてから、年齢言って、え何歳からおじさん、えおじさん、でも多分年齢とか関係なく見た目がそう。あら嬉しい爆発、気持ちは高校生です。おじ50代おじいちゃんなんですか、え？おじいちゃんではなさそう。え、タカリンさんも若いですよ。え、鬼は昔実在してました。え、そうなの、ぜひその話をしてください。あ、そう、本屋で本は買えませんでした、買えませんでした。もういろいろ見たかったんですけど、13年、すごい。ここが言ってたからクロサギ見始め、ジョータさん、ぜひ同じ会でその話をしましょう。そして今日も入るのでぜひ見てください皆さん、クロサギを。そう、最近のドラマが面白すぎて面白いです。
クロサギ見てる方いますか？あ、サイレントも見てます。サイレント見てます。もうやばい、早く見たい。ヤマピーさん、なんだ、海外ドラマはね、なんか怖いホラー系なら見ます。え、クロサギ面白いですよね、本当に。まあ私はお姉ちゃんが見てたので見ただけです。結構前に聞いたことある。あと、そう、面白いです。あ、親愛なる僕へも見てますよ。本当に面白い。あの、この3つの中で、その見て今言ったやつの中で私今見たいのは親愛なる僕らへです。もう一番見たい、もうなんかそう、どんどん分かんなくなってきて。あ、ブルームのも見てますよ。あの火曜日に入るやつですよね、あの君の花になる、見てます。そう、いっぱい見てるんですよ。全然テレビっ子じゃないんですけど、ちょっとね、最近のドラマが面白すぎて見てます。君の花になる面白いですよね。最近はちょっとねアニメ見てないんですよ。そう、あの自粛期間めっちゃ見てました。そう、ホラー系大好きなんです、私。映画はたまに見てます。ストレンジャー・ジンクス、シンクス、あ、見たことないです。調べてみます。車の音聞こえる、ごめんなさい。お、すごい、ありがとうございます。森健銀河さん、星、かわいい。こんばんは、ニコルさん。あ、赤いナス、聞いたことある。あ、確かに悲しいやつもある。え、ぜひ教えてください、ホラー映画見たい、みんなと見たい、みんなと集まってみたい、怖いの。そう、最愛、あ、ごめんなさい、見てないです。ホラー好き、そう、怖いんですけど、その怖いのがよくて見てます。サイレント見てます。刑事ドラマ、お、でも面白いですよね、刑事ドラマも。おばあちゃんがその見てるのでたまに見てます。普通に面白い。最近、あ、キサラゲ駅知ってる。なんか映画は見たことないんですけど、なんかそういう物語を知ってる。 TikTok で出てきてみました。なんか誰かの作り話なのかわかんないんですけど、見てみた。あ、ケイタさん、アイスありがとうございます。あ、ホラー見た後お風呂入るの、そう、あのちっちゃい頃わー、すごい怖かったんですけど、最近全く怖くないです。
でもそう、なんかちょっとだけ霊感欲しいなって思う。見てみたい、幽霊が本当にいるのか。めっちゃ怖いこと言う。そう、でもそう、なんかどっちかというとその歩いてる時にその後ろからなんか音が聞こえた時の方が怖い。あ、ゆきぴさん、くもありがとうございます。髪洗うの子、あ、いますよね、結構後ろ怖いみたいな方。あ、体探しはね、なんか漫画でちょっとだけ見てました。そう、霊感は全くないんですよ私。目の錯覚、かわいい、嬉しい、ありがとうございます。斉藤さん、人間怖い。うん、そう、怖いけど、怖いけど見ちゃうみたいな。なんか TikTok ではそういう事件系が結構流れてくるので、そういうの面白くて見ちゃうんです。北海道は最近はあまり戻ったかな、もうそれも忘れちゃった。戻ってないですね最近は。多分寒くなってからはあまり戻ってないです。霊界なんぞ、霊感、ヴァンパイア。そう、なんかおじいちゃんにもそのもうちっちゃい頃からそういう幽霊系の話をよくされてたので、なんかそういうのちょっと慣れちゃったのかもしれない。まあ面白がって聞いてました。私はお化け屋敷、お化け屋敷はちょっと怖いかも。あ、お化け屋敷、お化け屋敷行きたい。でも私そういうのはねちょっと怖くて、ちょっと怖くてはしゃいじゃうタイプかもしれない。はしゃいじゃうっていうか怖いです。そう、霊感はないです。UFO とか宇宙人は全く信じてないですけど見てみたい。そういうね、テレビもよく見てたので見てみたい。あ、ロケしてみたい。お願いします、誰かロケの方がいたらぜひ私をお化け屋敷に連れてってください。もう大好き、お化け屋敷。でも一人ではちょっとさすがに入れない、なんか怖いっていうより迷子になっちゃうと思います。心霊番組好き、めっちゃ好き、めっちゃ見てた。そう、よくお正月の時とかそのいとこ来るんですけど、なんか夜にそういう心霊番組がよく入ってたので、テレビ昔入ってたじゃないですか、今は分かんないんですけど、だからめっちゃくちゃ大好き、めっちゃ見てた。のんちゃんはもう絶対嫌だって言うんですよ。映画でもそのなんか怖いやつがあったんですけど、それも嫌だ嫌だって寝れなくなるって言って、可愛い。うん、お姉さんと何歳、お姉さん何歳、お姉さん 9かな、9歳差です。お姉さんとは、お姉ちゃんとは。お化け屋敷メンバーの誰かというか、誰と行きたい、でもなんだろう、
でも楽しんでくれる人がいいかな。そう。カルト。水わかんない。あ、ハートありがとうございます。じゃあ57分になったら読みます。了解。1時間早いですね。ココタイムは中国でも人気。え、そうなんですか、嬉しい。でもそう、ちょっとこれからは頑張って発言できるように頑張ります。これからがあるかわかんないんですけど、そういうやつがあるとしたら、そういう時があるとしたら、もう何でもいいので発言しちゃいました、します。ちょっとね。時間経つの早い。みんな来てくれてありがとうございます。え、もう全然お話かうまく話せるか心配。そう、私結構なんか話話してくれたみたいな方が結構いるので、ぜひ話しましょう。ハートしか思いつかない可愛いポーズ。でも結構なね気分屋なので、私はだから、そう、話す時と話さない時がマジで分かれてるので、本当にそう、気分があんまりこんな時は全く話さないです、本当に。すいません、ちょっとマジでがすごいダメですよね、本当に昔からなんですよ。直さないとダメなんですよね、本当に。そう、めっちゃ気分嫌だから頑張って直します。お話し会はもうめっちゃテンションいいです。みんなとね話せてるので楽しいから。55分。こんばんは、きょうさん。こんばんは、ありがとう、来てくれて。本当に楽しいです。お話し会でもうこうだったらちょっとね、やばいな。ありがとう、ゆきぴちゃん、話すの楽しい。いつにしようかな配信。でも多分もう近いうちにします。また配信来るか覚えてもらえると嬉しい。え、覚えてますよ、ゆうちゃん。もう覚えましたよ。かわいい、ありがとう。
話し会のコッコはめっちゃ愛想よくて可愛いということは声を大にしていた。嬉しい、ありがとう。読みます。また好きなホラー作品教えてね。教えます。その時はぜひ来てください。じゃあ読みます。13位森健銀河さん、ありがとうございます。12位高弘さん、ありがとうございます。11位中地さん、ありがとうございます。10位武田だけちゃん、ありがとうございます。9位花さん、ありがとうございます。8位タッピさん、ありがとうございます。7位モービーリさん、ありがとうございます。6位クパパさん、ありがとうございます。いつもお話し会も来てくれてありがとうございます。5位台湾の子さん、ありがとうございます。4位ケイタさん、ありがとうございます。3位ジョータさん、ありがとうございます。2位チーニャーさん、ありがとうございます。1位ゆきぴちゃん、ありがとうございます。ありがとう、みんなありがとうございました。こんななんかつまらない配信来てくださってありがとうございます。ちょっと今お仕事の方もいるかわかんないんですけど、頑張ってください。ありがとうみんな。今日は皆さん なんか夜ご飯は何食べるんですか？食べましたか？もう今日はちょっと寒いので、ぜひあったかいものを食べて寝てください。ハンバーグ食べた、美味しそう。やばい、ハンバーグって言ったら昨日のサイレントが思い出す。ホットモット、おー美味しそう。カレー了解。鍋いいですね。ハンバーグといえば、確かにのんちゃん、あ、もう8時なのでやめたいと思います。ありがとうございます。バイバイ。